どうも、ジエです。今日はですね、突然ですが、私はですね、麺を育てたいなと思います。どういうことかというと、まあ、サムライジーンズさんですね。当店で取り扱っているサムライジーンズさんから、このようなものが届きました。ドン。サムライジーンズ、サムライクラフですね。こちらはですね、サムライコットンの種です。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、そうでない方、ぜひね、聞いてほしいです。サムライジーンズさんはですね、2008年からかな、純国産を目指し、オーガニックの和綿ですね。和綿を育てるプロジェクトを行っているんですね。それが、サムライコットンと言われるものであり、2020年に収穫したサムライコットンから採取したのがこのサムライコットンの種になります。そして今年もですね、その種を取扱店舗さんに配り、まあ、一緒に育てましょうという取り組みでございます。で、サムライジーンズさんからオフィシャルのメッセージがあるので少し読み上げたいなと思います。2020年に収穫した麺から採取したサムライコットンの種を送付させていただきます。一人でも多くの方に和麺を知り、その温かさを感じていただく機会にしてもらえたらと思いますので、お手数をおかけいたしますが、多くのお客様に配布いただき、みんなで貴重な和麺を栽培して残していこう。プロジェクトに参加いただけるようお声かけのほどどうぞよろしくお願いいたします。サムライでは環境や人体に影響を与える薬品を一切使わない地球に優しい国産のものづくりをコンセプトに、和綿の栽培、自家製麺、サムライコットンモデルの製作に力を入れております。地球環境のために一人一人ができることは本当に小さいものですが、できることをコツコツと積み重ねて進んでいきたく思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします、とのことでございます。サムライジーンズさんの取扱店舗様にはあるはずなので、まあ、お近くにね、取扱店舗さんがあるのであれば、ぜひね、お時間ありましたらぜひね、取りに行ってみてほしいです。すでにね、当店でもお客様には配布しております。あとはサムライジーンズの製品をですね、ネット経由で購入してくれたお客様には同梱して、発送をさせていただこうかなと考えております。これをご覧いただきたいんですけども、サムライコットンの栽培方法ですね。巻き頃は5月から6月頃と、まあ、明記されているので、この動画を上げてから、まあ、植え始めたいなと考えてます。収穫のタイミングですね、収穫のタイミングで YouTube の動画でね、また改めて共有させていただこうかなと考えております。左下の部分には住所と氏名を書くスペースがあるんですけども、育て終えたサムライコットンを送り返す際に住所と名前を書くと、粗品とかお礼状がいただけることでございます。で、純粋に疑問を感じたので、サムライジーンズさんの営業の方に聞きました。なぜね、この和麺イコール、まあ、日本の麺ですねをチョイスしているんですかと聞きました。その返答がですね、国産ジーンズと言っているけど、素材まで国産のジーンズってどこまであるの、というところから始まっているそうです。純国産を追求し、ジーパンや T シャツ、スウェットなどを実際に作っていくのが目的みたいですね。まあ、ですので今回のこの企画、皆さんが育ててくれるであろうコットン、サムライコットンを使用して製品を作るということなので、皆さんが作った糸がですね、実際サムライジーンズの製品になるということになります。ですので、ブランドさんの、まあ、そういった心意気、取り組みにはね、私は賛同したいなと思っております。正直な話、 YouTube のネタになるのでやっているっていうのが本音でございます。ですが、 YouTube を通じて、まあ、サムライジーンズさんの取り組みをね、少しでも多くの方に知ってもらえたらなというのも本音でございます。なので今回この動画を作ってみました。ここまで動画ご覧いただきありがとうございます。最後にお知らせがあります。私はですね、ウェアハウスの S1000XX デッドストックブルーを1年間毎日のように履き、1ヶ月おきに YouTube で色落ちの経過報告をするという企画を行っております。概要欄にその動画のリンク貼っておくので、お時間ありましたらね、そちらの方もぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日は俺麺育てるの話をさせてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。